はい、皆さんこんにちは。車の大支店カクカシルピーです。今回はこちらカーメイトの C117 X クリア曇り止めコーティング EX という商品をちょっと使ってみようかなと思います。名前の通り内窓の曇り止めコートですね。でプレミアム仕様 EX っていうことだからね、プレミアム仕様なんでしょうね。何がプレミアムなのかっていうところでいくと、当社従来品と比較して耐久性が2倍で、2倍ってどれぐらいなのかと、効果の持続期間が約3ヶ月ワンシーズンこれ1本って書いてありますね。今回実際ねこちらを使ってどれだけ曇り止めの効果があるのかっていうのを確かめていきたいなと思っております。っていうのもこれからの時期ですね、秋冬にかけて曇りやすくなってくるので、まあもちろんねそのエアコン操作とか曇りは除去できるんだけど、まあそもそも曇らなければいいなといったところなので、まあどれだけ効果があるのか実際ね、フロントガラス内側を半分に分けて見せこうと比較していきたいなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。ここで皆さんにお知らせです。2024年10月5日土曜日、ジェームス西岡山店でシノピー&イマムイベントを開催します。イベントの概要は洗車お悩み相談会、じゃんけん大会、シノピー&イマムのチェキ会、そしてファンミーティングを開催します。さらにその他特典としてイベント参加でシノピーオリジナルステッカーをプレゼントします。それとグリタマグリポケを両方ご購入いただくとオリジナル T シャツを限定20名の方にプレゼントします。詳しいことは概要欄に記載しておくのでぜひチェックしてみてください。はい、そしたら実際に施工していこうかなと思います。まずはセット内容がコーティング、スポンジ、クロス、スタビライザー4つ。スポンジ、クロス、スタビライザーを組み合わせると楽塗りツールになります。で詳しくは付属の取扱説明書をご確認ください。一回ちょっと出しますか。じゃあまずこちらコーティング剤ですね。でこれが 50ml でフロントガラス約5枚分みたいです。あとスポンジ、なんか細長いスポンジ入ってました。あとスタビライザー、これなんかスポンジにかぶせるのかな。であとはクロス、それと取扱説明書、結構ね詳しく書いてあるのでこれをちょっと読みながら施工していこうかな。でまず準備としては、あらかじめ水拭きやガラスクリーナー等でガラス内側の汚れ、ホコリ、油分をきれいに落とし乾燥させる。昨日やったばっかだけど一応やっておこう。この辺ね汚れ落ちてなかったんだよね、端の方も。失敗はしたくないから。ガラスの内側をきれいにしました。水分や汚れが残っていると仕上がりが悪くなったり性能を十分に発揮できませんと。次が楽塗りツールをセットする。セット方法が、スポンジの灰色面を上に向けて平らな場所に置き付属のクロスをかぶせる。付属のクロス、これをかぶせる、こんな感じかな。クロスがたるまないようピンと伸ばし、スポンジが中央に来るようにクロスをかぶせる。クロスには表裏はありません。で次がスタビライザーでスポンジとクロスを固定する。スタビライザーの表裏の向きに注意する。スタビライザーがこれですね。でこれ表裏あるみたいで、なんて説明したいの、こっちが表、こっちが裏、まあ、詳しくねここに書いてあるんでこれを見ればわかります。スタビライザーは底付きするまで押し込む。向きも合ってるのでこんな感じか。できました。でスタビライザーの中腹部をつまんで持つ。持ち方はこうです。コーティング剤のボトルをよく振り、キャップをつまんで半時計回りに約90度回転させて開ける。う、飛び出た、最悪。これ注意してください。ボトルを逆さにして楽塗りツールのクロス表面に液を1往復染み込ませる。なんかあれみたいだね、ゼロワイパー、フロントガラスのめちゃめちゃ撥水するコーティング剤みたいな感じです。ただ塗って拭いて終わりっていう感じではないので、一応ね説明書熟読しておきます。1番、クロス表面の液が乾かないうちにガラスの内側に押し当て、ゆっくり隙間なく均一に塗り広げる。でガラス以外の場所についた場合は十分に水を含んだ布等で直ちに拭き取る。で何度も重ねて塗布するとムラになる場合があります。でフロントガラスに塗布する場合、
フロントガラスの端から順に一定の速度で下から上に隙間なく1列ずつ塗布する。で3列塗り終わったら再びクロス表面に液を1往復染み込ませる。この車でいうと3回でだいたい半分ぐらいいけるのか。なのでフロントガラス1枚施工するってなると1往復させて3列塗る、でもう1回1往復液をつけて3列塗るっていう形になるのかな。塗布スピードの目安、フロントガラスの下から上まで約5秒のスピード、1、2、3、4、5みたいな感じ。けどこれさ、ちょっと後で見せたいんだけど、下の下は届かないよね。それはもうしょうがないのか。隙間ができるとその部分は性能が発揮されません。もうほんとゼロワイパーみたいな感じだ。で3列塗り終わる前でも液が足らなくなったと感じた場合はクロス表面に再度液を1往復染み込ませる。まあ一旦こんな感じですね。だから服とかないね、もうバーって塗って終わり。うわちょっと難しそう。ゼロワイパーはさ外側だったから塗りやすかったんだけど、内側って塗りづらいじゃん。まあ一旦やってみようか。それで気になったのがね、この奥側ですね。ここってどこまで届くの。もう高さもあるから結局隙間できちゃうよね。ある程度なのかな。もう中央部分を持つってなると手もあるからこの辺からじゃないと塗れないね。あと端も1センチぐらい塗れないよね。この辺はもうしょうがないのか。しょうがないよね。視界の範囲だけでも曇らなきゃいいのかな。今日僕こういうのね嫌なんですよ。意味がなくても端から端まで施工したいタイプなので。ちょっとね一発勝負っていうのが不安なんですが、行ってみましょう。まずは液を1往復染み込ませるんだよね。でこれも約5秒のスピード、染み込ませる速度っていうのもあるみたいです。結構ゆっくりだね。いきます。1、2、3、4、5。ちょっとオーバーしたな。いきなりやらかしてますけど、いきます。乾かないうちに1、2、3、4、5。うわ塗ったところ分かりづれー。どこ？この辺？ 1、2、3、4、5。 うわちょっと重ねすぎたかも。塗ったところが分かりづらいです。できるだけ奥から。1、2、3、4、5。足らなさそうなので追加します。難しい意外に。うわ手が余計きつい。1、2、3、4、5。ちょっと最後1、2、3、4、5。 OK でしょ。パッと見はゼロワイパーみたいに虹色になってたりはしないですね。結構クリア感がある感じ。本当にこれで曇らないのかいっていう感じなんですが、実際に曇らせてみようと思います。マスキングテープを剥がしてもこれ塗ったかどうかって分かんないと思います。やろうやろう、曇らそう。とその前に側面一部分だけやってみようか。一応ね、本当ね分かんない、どこを塗布したのかが分からないから塗り重ねるのがね難しいね。塗り重ねるっていうか隙間なくやろうと思うと本当は3回でいけるはずだったのに4回ぐらいやったもんね。重ねすぎちゃった。だって隙間なくやりたいんだもん。はい、そしたら窓ガラスを曇らせていきたいなと思います。エアコンを切って曇るかな。ちょっと今パラパラ雨は降ってるんですが、そんな湿度が高くない、あんまムシムシしてないので、と曇りづらい状況なんですが頑張ってみます。お、徐々に曇ってきた。あ、すごいね。あ、すごいすごいすごい。マスキングテープから右側は曇ってないね。しかも濡れてないところはめっちゃ曇ってる。もう下側とあと右側、運転席側エクスクリア塗ったとこなんですが、ここやっぱ端の方濡れてないからか、この1センチぐらい曇ってますね。内側から見た時は気づかなかったんですが、外側から見た時にベチョッと、しかもなんか虹色っぽくなってる部分もあるんですよ。これ分かりますかね。この辺とかちょっと虹色っぽくなってて、まあ、いわゆる浸水コーティングなんだろうね。内窓が曇ってその水が今こういうベロンっていう感じになってるんだと思います。内側からだとねなかなか気づかないんですよ。これちょうどこの部分です。僕が普通に肉眼で見ても言われたらちょっとテカってるなぐらいで、言われなきゃ分かんないレベルなんですが、外から見ると目立ってたなと。
ちなみに運転席のところも施工したところだけ曇ってないです。すごいね、ここまでくっきり。フロントガラスこんな感じです。まあ、右と左では違うと思うんですが、この車内の湿度を上げまくるために濡れたタオルとか置いてるんですが、もう蒸し風呂状態すぎてレンズも曇り始めてきているんですが、あの下側ですね、やっぱ濡れてない部分は曇ってます。で、先ほどの運転席側こんな感じ。ちなみにこのコーティング剤触ったり拭いたりするとダメみたいです。落ちてますね。で、やっぱりこんな感じで虹っぽく見えます。こんな曇らせることないしなとも思うし、ここら辺の境目ね、すごいわ。こことか塗ってあるとこと塗ってないところの差がね、すごいはっきり出てます。こういうね、ガタみたいなのあんま好きじゃないんだけど、けどこんだけ曇り止め効果はありますよと。曇り止め効果はすごいね。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回はこちらカーメイトの C117 X クリア曇り止めコーティング EX という商品を使ってみました。やっぱね、使ってみないと分かんないね。このパッケージからこんな尖ってる商品だとは思わなかった。この商品はもう簡単に説明すると、ゼロワイパーの曇り止め版みたいな感じですね。ゼロワイパーもめちゃめちゃ尖ってましたよね。これもう見たことない人はね、ぜひ動画検索してもらいたいんですが、雨が降っているのが気づかないぐらい撥水するコーティング剤で、もうほんとパチパチ音が鳴ってるだけ。けど、デメリットもあって、まあ触っちゃうと取れるとかね。外から見ると虹色っぽいとか。もうワイパー使っちゃうと終わりとか。そういったデメリットあるんですが、この曇り止めコーティング EX も同じで、触ると取れちゃいます。で、外から見た感じ虹色っぽいコーティング剤の何かだと思うんですが、ちょっとギラギラって見えたりします。その代わり曇り止め効果は抜群。あんな曇らないかと。特にあの運転席側は分かりやすかったと思うんですが、あの一部分だけあんな曇らないんだ。やっぱしっかりねコーティングの膜ができるんだろうね。で、よくある曇り止め系の商品、スプレータイプのとかもあるんですが、確かにね曇り止め効果あります。あるんだけども、やっぱ吹きムラとか曇りが濃い薄いとか出たりとかモヤモヤってしたりもするので、これを完璧に全体に施工できたらめちゃめちゃいいなとは思うんですが、さっき言ったみたいにデメリットがね、側面とかだと窓ガラスを上げ下げさせたりするので、そこら辺も施工的には微妙なのかなとも思いつつ、けどまあ曇り止め効果としてはもう抜群なので、うん、もうめちゃめちゃ尖ってるな。ほんとゼロワイパーの曇り止め版でした。まあこれからの季節ね、ガラス曇りがちなので、まあぜひ興味がある方は購入を検討してみてくださいっていう感じなんですが、この曇りもね、外と内両方あるんですよ。まあよくワイパーを使って曇りが取れるパターンの場合は外側が曇ってたりするので、っていうことは外に使ったらどうなるんじゃいみたいな気になってます。なのでまあちょっと近日中にフロントガラスの外側にね施工してどんな感じなのかっていうのはやってみたいなと思っております。まあ、とりあえずこんな感じで今回は動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。